三世紀後半に書かれた中国の歴史書、三国志魏志・大和人伝に山大国に関する記述があり、卑弥呼という名前が出てくるのですが、古事記や日本書紀には出てきません。古事記が完成したのは712年で、卑弥呼の時代から400年以上も経っているので忘れ去られてしまったのかもしれませんが、しかしその他の不時や小文化、それに伝承も何もなく、 祀られている神社もないのです。従って本当にあったのか、あったとすればどこなのか。この議論は江戸時代からあり、今もなお続いています。神珠が記した山大,大国に関することは、もちろんそれまでになされた和国との折衝や伝聞の記録に基づいたものですが、そこには和国特有の思想が多く入っているはずです。随所和国伝には、 このような和国の死者の言葉を載せています。天を兄とし、火を弟とした。天が明けぬうち出て、あぐらをかいて座り、生むし、火が出ると生むをやめ、弟に委ねた。これに対して隋の酵素は義理がない、つまり筋が通らないとしてこれを改めさせました。死者の天を兄とし、火を弟としたの意味については、様々に解釈されていて、 例えばチャット AI に聞くとこう回答しました。これは和国の王が天に次ぐ存在として自らを位置づけ太陽よりも優位にあると主張していることを示しています。この表現は当時の中国の皇帝に対する不敬とみなされ理屈の通らない話として批判されました。古代には王子座信仰が世界的に広がっていて日本も同様でした。 星座は、東から登って、西の地平線に沈むのですが、途中に夜が明ければ、朝日にかき消されてしまいます。和国の使者は、この現象を言っているのです。天を兄とするは、大志座が現れる前の夜空で、そこに大志座が登ってきます。大志座は、西の空では角を上方に向け、人があぐらで座っているように見えます。そして夜明けが近づくと、 朝日の中に消えていき、太陽と変わるのです。天を兄とし、火を弟としたという表現は、単純に夜空に昇る王子座を、和国の王であるとしたのであり、これを聞いた隋の皇帝は、バカなこと言うな、と叱責したのです。これがこのエピソードの真相なのでしょう。しかし、この話は、卑弥呼の政治に関して、重要なことを示唆しています。 卑弥呼は女王に即位すると、山大国の国内だけではなく、和国全体をうまく収め、戦いをやめさせました。方法は軌道を使ったと考えられますが、しかし遠国の場合、卑弥呼が出向いて外交を行ったというのは、見るものが少ないという記事からありえないことです。ではどのようにして外交を行ったのかというと、夜空を使うという方法です。 山大国の使者は周辺国に出向き、夜空を指さして、あそこにいる女王はこう命じている、と告げ、従わせたのでしょう。当時の和国では、地上の王は神の化身で、夜空の王こそ神の実体としていたのでしょう。前述の天を兄とし、火を弟とする、としていたことから、それが伺えます。卑弥呼は軌道を使ってよく衆を惑わしましたが、 彼女はこの夜空を使うということに、たけていたのです。死者に命じて、夜空の自分を仰がせ、死者の口から命令を伝えたのです。その像とはこれです。魔女の横顔星雲と呼ばれているもので、オリオン座の足元に浮かんでいる星雲です。晩年の卑弥呼がよく使ったようです。卑弥呼の後を継いで、和国を治めたのは、13歳の伊予でした。 上の画像がそうです。諸国に死者を送り、みんな、喧嘩しちゃダメ、と命令を伝えたのです。夜空に浮かぶ彼女の像は心臓であり、それでよく命令が守られたのです。この星雲は、双子座の足元に浮かぶ、クラゲ星雲で、山と朝廷になると、アメノウズメになりました。古代の宗教、進学。古代では、 大志座信仰が世界的に広がっていました。大志座が生徒されるのは、V 系のヒアデス星団が女性的で、プレアデス星団が乱奏を思わせることから、再生がイメージされるからです。大志座は神の姿ともされました。日本ではイザナギ、イザナミがそうです。この二神は国や神を生んでいき、最後にイザナミは日の神を生んだことによって、焼け死にました。 王子座のののところにある赤色巨星アルデバランが火の神ですイザナギは、黄泉の国にいるイザナミに会いに行きましたが、そこで鬼たちに追われ、持っていたものを投げました。それはブドウやつまくしですが、ブドウはプレアデス星団、つまくしはオオシザの頭についている魚舎座のことであり、こう語ることによって、イザナギがオオシザであることを明かしているのです。 この後、イザナギは、畜死のヒューガに行って、汚れを払いましたが、その時に、アマテラス大御神やスサノオが生まれました。この二神による制約によって、神々が誕生し、そこから高等が始まります。大志座は行動上の星座で、年に一回は太陽が巡ってきて、重なります。この時に、大志座にいる霊が、この世に再生するのですが、 この思想は古くから広がっており、古事記に記されているのです。スサノオは、長じても子供のように泣きわめいてばかりいたので、追放されることになりました。スサノオは、姉のアマテラスをオ神に別れを告げるために、高間ヶ原へ登っていった。すると、アマテラス大神は、スサノオが高間ヶ原を奪いに来たと思い、武具を携えて彼を迎えた。 スサノオは、アマテラスの疑いを解くために、受け入れをしようと提案し、ニシンは天の安川を挟んで受け入れを言った。アマテラスとスサノオが天井であって、お互いの持ち物を見砕いて、吹き出すと、神々が誕生したというのです。スサノオは、イザナギがみそぎ払いをしたときに、花から誕生しました。オオシザの花はヒアデス星団ですから、 能が天照す大神のところに行くというのはヒアデス星団と太陽が接近し一部が重なる現象を言っているのです地球は太陽の周りを1年かけて巡っていくのですが地球に視点を置くと太陽は背後の星座に重なりつつ移動していきますこの重なる星座が行動12球と呼ばれるものです古代ではこの世を去った霊は王子座に行くとされていましたが。 それは大し座には女性的なヒアデス星団と卵巣のようなプレアデス星団があるからです。そこに行った霊は巡り来る太陽に温められ、陽光によってこの世に送られ、再生すると信じられていました。受け神話でアマテラス大御神とスサノオが天の安川で出会い、お互いの持ち物を噛み砕いて霧状にして噴出したとき、神々が誕生したというのは、 この天体現象を擬人化して語ったものです。人がこの世を去ると王子座に行くという思想は、エジプトの死者の書にいくつも見られます。ウナス王のピラミッドテキストには、南寺オシリス、最も優れたる王子の館に住みたまうもの。ここでの南寺オシリスとは、ウナスのことです。空の王子はあなたに手を伸ばす、神々の王子を、私を向こう側に置きたまえ。 私は神々の生まれた東の空に登る、そして私はホルスとして生まれる、など。その時に神々が誕生したというのは、ヒアデス星団に行った霊が、この世に送られ再生するという思想を言っているのです。大し座と太陽による再生思想は、弥生時代の古墳にも表されています。福岡市の吉武高木遺跡で、最古の王墓と目されている古墳には、 道剣道下が葉の字に置かれ、片側の道剣には鏡が置かれていました。これはまさしく、大し座と太陽の重なりを表したものです。天皇家の聖地である高間ヶ原が表されている重要な儀式があります。天皇の即位式に準じる大上祭です。大上祭は、天皇が即位後に初めて行う新滑祭を大規模にし、 代代わりした天皇が初めて行う一世一度の祭儀であり、皇位継承にまつわる主要な儀式です。大上祭は有期殿、朱記殿を中心とした大上級を造営して行われます。この祭儀は天皇が深夜に長時間電柱にこもり、しかもそこでの儀式の内容は秘儀とされて何も明らかにされていません。両殿内部には古くは天皇の席の御座と、 神の席の神座が盗難、西北方向にしつらえられ、ここで退座して、教職をするのが本義とされています。図は明治以前のものです。しかし、この二つの席は部屋全体から見ると、片隅に追いやられているようであり、内陣の中央に位置し、大部分を占めるのは、八重畳の上に置かれる根座です。実際はこの根座の上で、 何か秘密の儀式が行われているのではないか。こういうことがよく言われています。ではそれは一体何なのか。その一つが聖婚儀礼説であり、そこで天皇による聖行為が行われるというものです。大上級の勇気、好き両殿の内人には、天皇以外にうねめという身の回りの世話をする助官の代表が一人だけ。廃されていて、学者の中には、 このうねめを性行為の相手とする説を唱えています。地方豪族から向上されたうねめと成婚することで、服従を誓わせる儀礼があったのでないかと推測するのです。有機殿での儀式は、天皇は午後9時から午後11時まで、祭儀を行いますが、この儀式で最も大きな謎は、ここに来臨する神のお正体であり、驚くべきことに、これがよく分かっていないのです。 一般には、アマテラスを御神とされていますが、その他天神地義、有機殿と主記殿は別の神などの諸説が唱えられています。大上級である有機殿、主記殿は、いずれも簡素な仮説待ちな建物で、1739年の大上へ貧網の配置図を見ると、南と東の壁はすだれとなっています。この祭儀が行われるのは、 寒風が吹きすさぶ冬至の頃ですが、このような構造にしたのは、儀式の途中にすだれを巻き上げて、夜空の光景を見る、あるいは神を迎え入れることが、行われていたのでしょう。大上祭が始められたのは、6世紀頃とされますが、この時代の冬至の頃、午後9時頃に東南の空に登っている星を、天文ソフトで見ると、オリオン座の三つ星です。三つ星の神とは、 日本では住吉狼です。この神社の社殿は、三つ星と蕎麦の星を合わせた四つを並べ、夜空と同じにしています。社殿によると、神宮皇后が信託を受けて、南波の津に創建したと伝えられています。台上へ貧網の配置図を見ると、有機殿の内陣の中央には、八重畳が置かれ、その上に寝座が設けられ、端の方には酒枕が置かれています。 これは、上か天皇が休む際に用いるものと考えられています。また、寝座の端には、なぜか靴が置かれています。天皇がここに来るまでは、裸足で内陣に入り、南側から西側を経て御座の方に行かれます。したがって、天皇の履物ではないようです。ここで配置図と夜空を見比べると、重大なことに気づくのです。この時刻に、 東南方向に登っていたのは三つ星なので、それを内陣の冠座に当てると、その左上にある大し座は天皇の御する御座に、その左側の御者座は根座に、その下の双子座はうねめに、それぞれの位置がぴったりと合っているのです。また、御者座を根座とすると、その中の曲玉た雲は坂枕に根座の端に置いている靴は、 魚舎座のカペラの横の膨らんでいる星踊り字にもピタッと合っているのです。つまり大上級の電柱の配置は星座と同じになっているのです。これだけいくつも合致しているのですから偶然ではありえないです。このことはこれまでどのしかも気づかなかったことですが大上祭の悲儀の解明に関わる重大な発見です。この配置で天皇の座であるご座は王子座。 神座は三つ星と重なります。御座が大し座なのは、イザナギが大し座であったように、大し座が遠い祖先であったからです。三つ星が来臨する神なのは、大し座信仰が地球の採差によって春分に入らなくなって推理し、代わって三つ星が再生の神として信仰が強まったからなのでしょう。これはエジプトで大まかに言って太陽神のラー信仰から。 冥界の神オシリスへの信仰が強まったことと似ています。これが天皇家の信仰の実態なのです。大志座信仰とは、ヒアデス星団に行った霊が巡ってきた太陽と重なり、霊が再生されるというもので、それで、アマテラス大神が母神として、尊ばれました。つまり、アマテラス大神と大志座は一体的な信仰ですが、アマテラス大神を祀る伊勢神宮には、 古代の児童天皇から歴代の天皇は誰一人参拝していないのです。初めて参拝したのは明治天皇で、明治維新の王政復興を実感させるために政治的配慮で行われたと言われます。大城祭に迎える神はこれまで謎とされていましたが、天文ソフトと電柱の神座が共に三つ星であることを示しているのです。古代では聖座は神の居所ですが、 それを地上に表してそこに身を置き、それによって神になるというのが儀式の意味なのでしょう。葬儀では逆さ布団や左前などの逆さごとが行われますが、これは展開が地上と逆になっているという思想があり、それに合わせることによって個人を無事に展開に送ろうとするものです。大上級では根座は魚車座であり、そこに身を置くことで荒人神となるのでしょう。 岐阜和人伝の記事については、この後に述べますが、そこに記されている国々の配置は、驚くべきことに、この夜空の配置と同じになっているのです。そしてそこでは、大志座と山大,大国は、重なっているのです。山大国に行くには、まず、朝鮮半島から津島の域を経て北九州に着き、そこから松路国、糸国、那国、踏国とたどります。 これらの国のうち、前の三つは、松露国松浦で、佐賀県唐津、伊都国糸島郡で、福岡県前原町、名国名のあがたで、博多一帯とこのように否定され、九州説、紀内説ともに、概ね認められています。問題は、その後の、東高文国に至る、百里、と、南、東馬国に至る、水港20日です。文国も、北九州と考えられますが、 そこから南に20日も航海すると、九州の東岸、西岸のいずれを行くにしても、鹿児島県の南部ということになります。山大国はそこからさらに南へ、水耕10日、立港一月も行くのですから、この通りだと沖縄方面になります。では山大国は沖縄のあたりにあったかというと、当時の状況から考えて合わないようです。従って、 距離を短縮するか、方向を変えるか、どちらかにしなければ7万個も要するような山大,大国に行き着かず、その修正によって、主に九州説と紀内説に分かれています。儀式和人伝は、不夜国までは九州内のことであり、理数を書いていることから、実際の見聞に基づいて、記したと考えられます。しかしその次の東馬国、山大,大国へは漠然と、遂行はつか、 水行とオカリク光一月と理数はなく、記述の仕方が変わっています。この理由は元の資料を作るときに、これらの工程を和人から聞き、それを記したと考えられるのですが、しかし、この工程は、距離か方向か、いずれかがおかしいのです。そうすると、和国に住んでいる和人は、それに気がつくはずであり、なぜ訂正しなかったのでしょうか。 機内説や的の場合は、北九州から奈良まで直線で約600キロですから、だいたい合っています。しかし方位は南となっていますから、全然合わず、それで南は東の書き違い、と主張します。しかし九州論者は、南はここだけでも2回出てくるのであり、2回とも間違って、しかもそれに気がつかないというのは、おかしい、ありえないと言います。 妥当な意見だと思いますそれに書き違いが事実だとしても、これはこの箇所だけなのか、それとも他に記されている方位も全部90度回転させるのか、という問題も出てきます。しかし、この後に、女王国東海を渡り線より行くとまた国あり会話種、と出てきますが、この中の東をそのままにしても90度変えて北にしても、 山大国が奈良付近の場合は、それらの方向に海はありません。では、九州説ではどうかというと、山大国に行くのに、南、東馬国、南、山大国の方位は合ってるかもしれないけれども、それでも、水港、わずか、水港、東か、陸港一月は、九州内の移動では長すぎます。それで距離を短縮するような読み方をしなければならず、 そこでひねり出したのが放射状に読む方法です。土国、不備国、東馬国、山大国への距離、日数と方位は全て糸国を起点として読むというのです。そうするとかなり距離が短縮され山大国の位置はなんとか九州内に収まるのです。その他日程については風待ちだとかジグザグ航路だとか艦隊を受けたので日数がかかるとか 苦労の後がよくわかります。しかし川を上がり下がりするとか、風待ちで日数が不確定であれば、漠然とした10日20日の日数表記は、信用の置けないものであり、そういうことであれば、やはり理数にしたはずです。それを日数表記にし、不適合であっても訂正しなかったのは、教えた和人にとっては、これで間違いはなかったのです。 そうすると、なぜこの工程を和人は正しいとしたのか、そのことを探ることが謎を解く重要課題なのです。古事記、日本書紀の中には、現代人から見て理解できないことが、いっぱいあります。ここでは、山大国論争に関係する、九州と朝鮮半島の方位に関するものについて、述べてみます。高間ヶ原から追放されたスサノは、この磯たけるの髪を率いて、 白木の国により、そしもりのところに行きました。そこで不服の言葉を言い、土で船を作り、それに乗って、出雲に行きました。スサノオは、カンゴーの島には金銀がある。もし我が子の治める国に、船がなかったらよくないだろう、と言い、髭を抜いて放つと、これが杉の木になった。胸の毛を抜いて放つと、檜の木になった。尻の毛は、 巻きの木になった。眉の毛は、くすの木になった。ここで奇妙なのは、スサノオが聖地である高間ヶ原から、なぜ韓国に行ったのか。そして、体の毛を放つといろんな木になりましたが、マジックのようで現実的ではなく、一体何を言っているのでしょうか。この段の記述は、何か別のことを言っているようです。しかし、これらのことを全く考察せずに、 ジズラを取り上げて、スサノオは韓国トラ来の神と論じる孔明な学者がいます。困った人です。このスサノオの言動について、白木の国により、ソシモリのところに行ったは、よくソウルに行ったと訳されていますが、原文のソシモリに、のところが記されています。これについて韓国の蔡春職教授はこう述べています。ソシモリというのは、地名ではない。 素子は高い柱森は頂上てっぺんの意味従って粗し森は高い柱の頂上という意味だと述べていますついには土で船を作りそれに乗って東の方に渡っては奇妙です土の船で原文の歯に土とは粘土のことでありこれでは航海中に溶けてしまうしそもそも重くて 海に浮かぶことはないはずです。ではなぜ、わざわざこのことを記したのかということですが、これも星座のことを言っているのです。それは船のように見える魚舎座のことであり、この星の中に天の川が流れていて、白く見え、土の船とも言えます。すると白木もまた星座ということになり、該当するのは双子座で、スサノオが言ったのは朝鮮半島ではなく、双子座に行ったのです。 前述の白木国の粗し森のところは双子座の頂上、カストルとポルックスという巨星のあるところということになります。この後、木の種をまく話がしきりと語られます。髭を抜くと杉の木に、胸の毛を抜くと日の木になりました。双子座には双子座流星群という有名な天体現象が生じます。三大流星群の一つで、てっぺん付近にその放射点があります。 古代では流星群のことはよく知られており、神が体毛を投げると木になったというだけで、この場合は双子座流星群のことを言っているとわかるのです。この話は、スサノオが韓国都来の神とする根拠になっていますが、日本書記作者は、この話によって、朝鮮半島を双子座としていること、双子座に対応する地は、領土の一つとしていることを言っているのです。 天孫降臨神話で、二二義の御事は、筑紫のヒューガの高千穂の峰に天下りました。この時、この地は唐国に相対しており、笠さの岬にまっすぐ道が通じていて、朝日がまっすぐに差す国であり、夕日が明るくてる国である。だから、ここは誠に良い土地だ、と語りました。天孫降臨の地は、日本初期に、ヒューガのその高千穂の峰に天下ります。 とあり、そ、が、ヤとの根拠地であることから、南九州です。そこで、ニニギノミコトは、わざわざ、この地は、からにに相対しており、と語ったのです。南九州から韓国は、相対していないにもかかわらずです。書く必要のないことを、しかも事実に反することを、なぜ古事記作者は記したのか、ということですが、これも、朝鮮半島を双子座、 九州を魚舎座として、そのことを言っておきたかったからでしょう。天村降臨を南九州としたのは、九州が魚舎座に似ていて、赤茶色いマガタマ星雲が、霧島火山地帯に対応する位置にあったからであり、それを分からせるために、朝鮮半島を双子座と思わせるように、そのヒントを与えたのです。神宮皇后は、 信託に従って朝鮮半島の白木に攻め入りましたが、その様子は古事記にこう記されています。そこで皇后はすべて神が教えた通りにして軍勢を整え船を並べて海を渡って行かれた時、海原の魚はその大小を問わずことごとく船を背負って渡った。その時、追い風が盛んに吹いて船は波に従って進んでいった。そして、 その船の立てる波は、白木の国に押し上がって、すでに国の半分にまで達した。白木王は降伏したので、皇后は三恵を白木の国王の家の門に突き立て、住吉三神の荒見玉を国の守護神として沈めまつって帰還した。これに関しては、白木遠征の成功を強調するための物語的な表現ということで済まされます。しかし、 この物語の中に、天を地に移すという古代思想が込められているのです。漁車座の南の方にエンゼルフィッシュ星雲が浮かんでいます。漁車座は船でエンゼルフィッシュ星雲が船を背負った魚です。そこは天の川の中にあり、双子座の足元あたりまで広がっています。白木は朝鮮半島の南端の国で双子座とされていますから天の川の波が 国に押し上がっているのです。双子座の南の方に棒を振り上げているようなオリオン座があり、そのコンボが皇后の杖です。この物語もまた、朝鮮半島を双子座としているのです。九州を魚舎座としているところは、天孫降臨から神武統制までの物語の中で、いくつもあります。二握の御事のこのほの二握は、産屋の中で火の中で生まれました。 魚舎座の中の曲がたま声雲が赤いから、火の中での誕生としたのです。その子供は、うの羽が一部しか吹いていない屋根のうぶ屋で生まれました。魚舎座の屋根に三個しか星がないから、うがや吹き合えずと名付けました。神務は統制の折、うさで足一つ下がりの宮に入りましたが、それは魚舎座の形そのものです。そして天皇に即位すると、初句に白すすめらみこと、 と魚舎座につながる魚舎の御を称号に入れていますこれらの記述はすべて九州と魚舎座を関連付けたものです地上の形が星座に似ているとそこは星座の世界とすることが古代ではよく行われていましたここで重大なことは天空の光景を元にしているにもかかわらずそれを明かさずに地上のことのように語っていることです 神宮皇后は神の言葉に従って、軍船を整えて白木に向かったのですが、途中から魚が船を処い、船の立てる波は、白木の国に押し上がって、国の半分にまで達した。それまで地上の出来事として語っていたのを、何の説明も入れず、さりげなく天空の光景に変えているのです。それは危機に限らず、不時もそうです。 単語国不時の浦島太郎の話では、海で出会った亀に連れられて、乙姫様の家に行きました。すると子供たちが出迎え、この子らは、スバル星とヒツ星と説明されています。スバルはプレアデス星団、ヒツはヒアデス星団であり、ここで場面は大し座に変わっているのです。それだから、竜宮城は陥落の尽きない不老不死の世界だったのです。 しかし、距離に帰ると元の現世であり、300年が過ぎていました。神宮皇后の話も、浦島太郎の話も、場面を地上から天空へとさりげなく変えているのです。従来の山大,大国の研究では、この古代人の表現方法に全く気がつかず、例えば、南、水港、20日、東馬国を、それまでと同一平面で解釈していました。 山大国の謎が解けないのは、この一点にあるのです。山大国。真珠の山大国への記事は、文み国までは長さを理数で表していたのが、ここからとうま濃く、山大国へは筆法をガラリと変え、日数で表し、個数も断定から水量を表す、かをつけています。しかも、日数が多いにもかかわらず、途中の国も具体的な経路も何も記さず、 ただ到着の国名をいきなり記しているのです。これによって、山大,大国の所在地論争が起こったのですが、なぜ陳述はこのような書き方をしたのでしょうか。その理由は、当時の和国にあったユートピア、新鮮世界という印象を守り、さらにそれを裏付けるような記事にしようとしたのです。古代日本では、九州を魚社座とする感覚があり、 その感覚を山大,大国への皇帝に取り入れ、新選挙らしくしたのです。踏み国からは日数表記とし、個数に顔をつけたのは、現実の地理に基づいていないので、確定的には書けなかったのです。踏み国は、博多一帯にあったとされる、那国の東百里とあることから、福岡県の北部方面にあったとされていますが、そこは九州を魚社座とすると、 天の川の北岸あたりになります。文み国から東馬国への行帝は南へ東馬国に至る水行20日としました。この水行とはもちろん天の川を渡ることで到着場所は赤茶色く見える曲玉星雲であり、そこが東馬国です。真珠は山大,大国の位置を記すにあたって当時人々に馴染まれていた天体を 目印のように取り上げています。後に述べますが、主樹国、羅国、国史国は皆そうです。マガタ玉星雲は形が大事や霊のように見えるため、よく知られていた天体です。三種の神器の一つ、マガタ玉は、これをモデルとして作られたようです。奈良盆地の中央部に位置する鍵から小遺跡は、 弥生時代の初期から古墳時代の前期まで栄えていた遺跡で、山大国の有力候補地に挙げられています。この遺跡からカッテッコウと呼ばれる鉱物が出土し、空洞になっている内部に小さなマガタマが2個入っていました。その形はマガタマ星雲が浮かんでいる魚舎座のようです。魚舎座に似たカッテッコウにマガタマ星雲に合うマガタマを入れ、 魚物か服装品としていたように思われます。このことから、おそらく弥生時代には、魚舎座やマガタマ星雲への信仰があったと見られます。マガタマ星雲から南は、天の川が全体の3分の1ほど残っていて、そこからは青黒い夜空が、天の川の川幅と同じ長さで続き、大し座の角の間に至ります。これを陳樹は、 南、山大国に至る、女王の都、水港10日、陸港一月、としたのです。この辺りは、ちょうど行動の通るところであり、大し座の中心部として、そこまでの日数を記したのです。大し座で、最も聖なるところは、ヒアデス聖団ですから、それがあるという意味で、南至る山大国、女王の都するところ、としたのです。大し座、 山大国にはヒアデス星団があるという意味であり、あくまで正確なのです。V 系は女性をイメージすることから、ベージナ、筒、バージン、諸女、バーゴ、乙女座と女性用語に V がついています。鎮守もその感覚で V 型の奥まったところを女王の都するところとしたようです。このように、文国から山大国への皇帝は、 何ら訂正をする必要はなく、正確に示していたのです。義式は人伝の記事を、方位や日数が間違っているとしなくても、当時広がっていた点を地とする思想に、目を向けるだけでよかったのです。真珠は、山大国の位置を示す箇所を、他にも記しています。次はそれを見てみます。女王国の異北は、その個数通りを略採することが可能だが、 その他の某国は遠くたたっていて、章に得ることができない。芝国、緑国、伊ャ国、シゆ国、ウド国、ナ国。これが女王の境界が尽きるところである。女王国とは王子座のことで、女王国の威北とは、魚舎座のことです。それは地上では九州であり、松露国、伊都国、ナ国、文み国は個数通りを挙げています。 その他の亡国とは記載されている21国で、やはり九州内の国々でしょう。21国を述べた後、女王の教会の尽きるところとあるのは、王子座と魚車座が連なっていて一体型のように見えることと、魚車座のてっぺんが天朝に至るため、そこから先は南天の視界には入らないからでしょう。大上祭の儀式では、4つの星座の王子座、魚座、 オリオン座、双子座が電柱に配置されていましたが、その四の星座がここでも取り上げられているのです。その南には、クナコクがある。男子を王となし、その間に、クコチヒクがある。女王に属せず、クナコクの記事は、この後の方にも出てきます。和の女王の姫子と、クナコクの男王の姫ミ子はは、元より不和で、ファワサイシ。 ウエツたちを軍に使わし、互いに攻撃している状態を説明した。クナ国の所在地は、まだ確定には至っていませんが、その南には、クナ国があるの記事から、女王国より南であり、九州説では九州南部に想定し、現在の熊本県や宮崎県や鹿児島県を想定しています。機内説では、方位を南から東に読み替えて、 東日本の各地に、クナコク候補が登場します。しかし、この箇所も、実際の出来事から語っているのではなく、やはり星座からの話です。女王国は王子座ですから、その南にある、クナコクとは、オリオン座のことです。王子座は角を向け、それに対するオリオン座は、棍棒を振り上げています。夜空の光景ですから、元より不和であり、 まさに愛攻撃状態の姿で、それは消滅することはありません。それで戦争の結末は記されていないのです。しかし、義諸和人伝は生死であり、それの作成に生罪を元にするというのはありえない、という声が出そうですが、日本では危機にはたくさんあります。例を挙げると、聖徳太子の子供がイカルガデラで自害した話がそうです。 日本書紀はこう記しています。蘇我のイルカたちに不意に襲われた山城の大江のオーラは、生駒山に逃げたが、再びイカルガデラに戻り、一族、諸共に首をつって自決した。檻から大空に五色の綿や貝が現れ、様々な儀学とともに、空に照り輝き、寺の上に垂れかかった。寺の上に垂れ下がった者のうち、旗と貝は、 現在でも寺院の本堂などに総言具として吊り下げられています。儀楽は中国の語から伝えられた劇のことで、飛鳥時代から奈良時代に寺院の方へで盛んに上演されたと言われています。ここに現れたのはその役者のことのようですが、娯楽の要素の強い儀楽がこの悲惨な場面になぜか現れるのです。阿弥陀仏や観音様であれば、 あの世に導くためにお迎えということになりますが、疑学は合わないです。これらは大空に現れたのですが、全部星座の形に似ているのです。夜空には双子座、魚車座、ペルセウス座が並んで巡っているのですが、長細い旗は双子座、傘のような点外は魚車座、疑学はペルセウス座と形が綺麗に合います。この三つの星座の下にオリオン座が浮かんでいるのですが、 頭とその上の星をつなぐと、まさに首吊りの姿になるのです。つまりこの事件の描写は、大し座一体にある星座を題材にして、物語っているのです。これほど各箇所がぴったりと合っているのですから、否定の仕様はありません。この大事件は作り話であり、聖徳太子架空説が現実性を帯びてきます。これについては、ここで詳しくは述べませんが、 実は危機にはこれに類する記述は他にも見られるのです。ヤマトタケルの物語はほとんどそうです。従って危機より古い中国の生死とされる書物にもこれに類することがあっても不思議ではないのです。山大国の研究では、卑弥呼はクナ国との戦いで亡くなった。和国は戦乱の世になった。などと解説されています。つまり、 当時の和国には統一政権はまだ生まれていなかったという解釈です。この戦いが虚構とすると日本の国の成立論において大きな影響を及ぼします。陳珠いい加減なことを書くなという声が出そうです。山大国の位置に関し、岸和人伝の他の箇所はどうなのかを順に見ていきます。の東 海を渡ること千よりにして、また、国あり。皆、ワッシュなり。女王国が山和にあれば、東の国々は全て陸続きですから、都会はあっていません。北もそうです。この箇所は、従来の見方では、機内説は説明できないのです。しかし、それは従来の見方であって、実は、山大国の所在は、 機内でも、四国でも、関東でもあり得るのです。陳珠が示した山大,大国の所在は、大志座のヒアデス星団ですから、それに該当する地であれば、どこでもあり得るのです。この場面は、上の星座図を見るとよくわかります。大志座は山大,大国、魚車座は女王国以北、オリオン座は船国,国です。大志座から東へ天の川を渡ると双子座があり、 これを和種の国とすると、ぴったりです。ここで陳述は、なぜか双子座を和種の国と断っているのです。この理由は大上祭の配置図を見ればわかります。前述のように、この配置は、オリオン座が寒座、大志座が五座、魚車座が根座、双子座がうねめです。この四つの星座が高間ヶ原の範囲であり、山と朝廷の天空における聖地としていたのです。 山大国の時代はこれより数世紀早いのですが、そこでも和人はこの四つを和国全体としていたようです。この和人の考えを伝え聞いていた鎮守は双子座を和種の国としたのです。鎮守の星物語はなおも続きます。さらに主樹国がその南にあり、人の背丈は三、四尺で女王国から四千寄りのところである。羅国と国志国が そのさらに東南にあり、船で一年航海するとつく。主樹とは小人のことです。種樹国についての候補地は種ヶ島が挙げられています。種ヶ島から発掘された古墳時代の人骨の調査結果で、極端な低身長であることが分かり、義式は人伝に記述されている特徴と一致しているからです。種樹国は双子座の南方にあり、羅国と国志国は、 そこからまた東南方向にあるとしています。双子座の南方を見ていくと、イータ・カリーナ星雲があります。その中に、まるで乳幼児のような人形星雲が浮かんでいます。これが小人の国とされる主樹国なのでしょう。まさに主樹国と呼ぶのにふさわしい形です。この星雲は、竜骨座のイータ・カリーナが、 1843年に大爆発を起こした際に生まれたと推測されていました。しかし、その内側に核のような星雲がもともとあったと言われて、近年大型の望遠鏡によって確かめられています。人形星雲は、やや小型のものが古くからあって、人々に知られていたから、陳珠は邪馬台国周辺国の中に加えたのでしょう。陳寿は次に、羅国と、 国史国を登場させます。この両国は南米やハワイが候補地に挙げられています。主樹国と虎国、国史国の位置関係は、主樹国は女王を去ること4000ノリ、また荒国、国史国がその東南にあり、先行1年で至るだろう、と記されていますが、両書5 0年から557年ではこうあります。和から南に小人国があり、 その南に国志国がある。和から四千より。船で一年で着く。これによると、主樹、小人国、ら国、国志国は近距離にあり、それらは女王国から先行一年で至るとしています。とすると、大志座の南方にあって、先行、としていることから、天の川の中にあると考えられ、該当するのは、南十字星とそばの石炭袋です。 南十字星は、ふっくらとした人形星雲と比べると、裸の体のようであり、これが、コクのようです。南十字星の左下に、石炭袋と呼ばれる暗黒星雲があります。前天で一番黒く、宮沢賢治の銀河鉄道の夜にも出てくる有名なところです。天の川の中に浮かぶ姿は、まさに黒い葉のようです。なお、螺国。 国四国である南十字星と石炭袋は、日本ではスサノオが大蛇の尾から取り出した、草薙の剣と、元の名前であるアメノムラクモの剣として語られています。高間ヶ原を追放されたスサノオは、出雲に降りました。そこでヤマタノオロチを退治するのですが、この大蛇は海蛇座で、尾の南の方にある南十字星が、草薙の剣です。ヤマタノオロチは、 八つの頭と八本の尾を持った巨大な怪物です。海蛇座と南十字星は少し離れているのですが尾が八本なのでそのうちの一本が垂れているとしたのでしょう。南十字星は高度を低くして巡る星座ですが古くは南十字星の全体とそばの石炭袋が見えていました。この光景で石炭袋が特徴的だから濃い雲のことである。 ク雲をつけて、雨の村雲の剣の名でした。それが時代が経つと、地球の再三運動によって高度が下がり、南十字星の上部だけが草をなぐようにして巡っていたため、草薙の剣と呼ばれるようになりました。草薙の剣は、天照大神に献上され、後に山とたけるが東国遠征の際に渡されました。主樹国は人形星雲。 羅国は南十字星、国志国は石炭袋で、いずれも古代日本でよく知られていた天体です。それらの位置関係は驚くほど正確です。これによっても、真珠は文み国から後は星や天体を使って山大,大国の位置を記していたことは確かです。新鮮思想。古代の東洋の人々は、不老不死の仙人が住むというユートピアに憧れ、また、 生命の木、不相順にあやかろうとしました。新紀元前221年から206年では、古くから不老不死の伝説があり、海の遥か東の彼方に不相という国があり、仙人が不老不死の戦役を作っている。この噂を聞きつけた真の始皇帝は、不老不死を求め、女服に船で、不相の国に向かわせました。 一行は道との同男同女と五国の種、技術者らを乗せて船出し、後に日本にたどり着いて農耕文化や聖史などを伝えたと言われます。この除服トライ伝説が伝わるのは青森から鹿児島まで二十数カ所に及んでいます。それだけ古くから日本が新鮮世界の不創国と伝わっていたからで、不創は日本の別称として用いられるようになりました。 1094年の詩書、不創略記のタイトルに、日本に変えて記され、室町時代に作成された行築図地図も、日本不創国行築図としています。では、そもそも、不創樹とは何でしょうか不創は中国では、仙が異教に、東方の海中に国志国があり、その北に不創という木が立っており、そこから太陽が昇るというとあります。 国志国とは、前述のように南十字星のそばの石炭袋のことですから、その情報にある星座が考えられます。そして、不層から太陽が昇るということは、太陽の軌道である行動上の星座ということで、該当するのは大し座です。エジプト死者の書。不層はまた、驚くべきことに古代エジプトの死者の書に見られるのです。古代エジプトでは、 人は死後も魂になり、霊界で生き続けると信じられていました。人が死ぬとどこへ行き、どんな暮らしをするのかを案内した死者の章が破墓石や棺などに刻まれていました。霊界に行って、途方に暮れないようにするためのガイドブックのようなものです。このうち、初期聖夜にの告白、紀元前1450から1400年頃と呼ばれるパピルスは、 生前は初期だった兄が霊媒師の口を借りて語ったものだと言われています。兄は冥界に入った後、オシリスの法廷で正義とせられて楽園に入りました。オシリスはオリオン座において冥界を主催する神であり、その楽園やそこで見た景色はやはり星の世界で、そこに不相が登場するのです。 霊界の中央には大麦や小麦が豊かに実り、大勢の霊たちが平和に住んでいるところです。そこでの風景を兄はこう説明しています。東方には背の高い桑の木が2本、天をつくばかりに空高く立っている。ラー、太陽神が東天に登るときには、この2本の桑の木の間から登ってくるのが見える。それでアートの霊たちは、 この桑の木を生命の木として崇めている。ウオリスバッチ、エジプト死者の書。ラーが当天に登る時には、この2本の桑の木の間から登ってくるというのは、三階峡と同じです。桑の木としているのは、桑の実がつぶつぶで固まっていて、プレアデス星団に似ているからでしょう。エジプトと中国は、同じ光景を言っているのです。 不創とは大仕座のことです。兄たちは不創を生命の木として崇めていましたが、それと同じ思想は広く古代社会に広がっていたのです。有名なエデンの園の2本の木の話もそうです。エデンの園。主なる神は東の方、エデンに一つの園を設けて、その作った人をそこに置かれた。さらに園の中央に命の木と、 善悪を知る気とを和えさせられた。そして神は善悪を知る気からは取って食べてはならないと命じました。しかしアダムとイブは蛇にそそのかされてその実を取って食べました。神の命に背いた二人はエデンの園から追放され人間に死の運命が与えられました。この場面は古代に各国で神の国とされていた オリオン座と王子座が元になっていて、このあたりの星座を見ながら聖書を読むと、その場面がよくわかります。蛇が私を騙したのです。それで私は食べました。神は蛇に言われた。お前は腹でい歩き、一生ちりを食べるであろう。私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に。 彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。和国はユートピア。文献上、初めて日本列島の様子が登場するのは、中国の漢女地理氏で、その中に次の文があります。当位は天生従順で、北敵、西従、南蛮とは異なっている。それで孔子は、中国ではその道徳が行われないことを嘆き。 イカダに乗って東の海に乗り出したいと言った。あたかもよし、落老軍の東南にあたる会場には、和人の国がある。中国の東方は、周辺諸国とは違って道徳が行き渡っていて、そこにある和国に行きたい。こう言っているのです。こういう思いは当時広まっていて、その影響もあって、真珠は和人伝にこう記しています。 大人を見て経するところは、ただ、拍手し、持って、気配に当てる。その人は受講あるいは100年、あるいは890年。その族、国の大人は、皆、4、五婦夫人は陰せず、徒避せず。統節せず、訴訟少なし。その法を犯すに、傾者は、その妻子を没し、従者は、その門校、相続を没す。 孫悲にはそれぞれ差や序列があり、上のものに振幅して保たれている。これが紀元頃の和国の世情だというのです。もしそうだとすると、特に男にとって現代にも増して理想的な社会です。しかし当時の和国が本当にそうだったのか、当遺伝の他の国を見てみます。不要、処刑は厳しく、人を殺す者はこれを殺し、 その家人は没収してぬひにする。一を盗めば十二を取り上げる。男女は陰で嫉妬する。夫人は皆殺す。殺した死体は山の上にさらす。こうくりその族は陰。その国の人は、冬はイノシシの油を身体に厚く塗って、寒風を防ぎ、夏は素裸、わずかな布で前後を隠す。寒。 その族は後期が乱れている。北方の群に近いところは、やや霊族を知っているが、遠いところはまるで、シュートやヌヒの集まりのように粗暴である。これらを見ると、やはり陳樹は遠い伝の和人のところだけは、新鮮思想で書いているのです。日本は新鮮的、ユートピアに見られていましたが、その理由は日本の地形が大子座と見られていたからです。日本の近畿、 東海地方は王子の体、中国地方と四国はツの、九州は魚舎座と見られていたのです。古代の中国史料には、この観念が色濃く及んでいて、それで陳樹もその思いで義士和人伝を記したのです。陳樹が語った邪馬台国への皇帝は、九州北部からは天空に視点を移して語ったのです。そして陳樹はもう一つ、邪馬台国への皇帝を示しました。 それがすべての研究家を悩ませた会計当時の東です。この箇所に入る前に前提として中国星座と日本星座について述べておきます。中国星座に関しネットにこのような内容の記事が掲載されています。中国星座は今から2500年くらい前に成立した星座体系で西洋などの影響を受けずに独自に発達したと言われています。 日本では、高松塚古墳や木虎古墳の石室内に描かれた天文図で知られるように、古代に中国の星座体系が伝えられて以降、江戸時代の終わりまで使い続けられました。数継ぐと大阪市立科学館。これによると、古代の中国や日本では、西洋の星座は全く使われていなかったと述べているようですが、これを信用する人が結構います。 しかし、この記事は特定の分野に使用されていた星座星宿であって、実際の歴史には中国星座は全く出てきません。出てくるのは全部西洋の星座です。中国星座は細かいし、星座へもないので無機質であり、イメージが湧いてこないのです。従って、実際に即して言えば全くのでタラメです。しかし、これを鵜呑みにしたイメージが拡散され、 西洋星座を無視するという主観につながっているように思われます。ここでは、義士和人伝の会計当時の東の意味に関係する、さそり座について小説します。古事記には、国譲りの場面がこう語られています。竹見かずと、天の鳥船の神は、出雲の浜に降りて、と塚剣を逆さまに突き立て、その剣の切っ先にあぐらをかいて、多くに主に退治し、 国譲りを要請した。この場面の解釈は従来の士官ではお手上げですが、西洋の星座で語られているとわかると簡単に解けます。獅子座は西の地平線に近づくときは、大し座の角の上方に縦型に座るような形になり、まさにあぐらか縦膝で座っているようです。この後、竹見かずらの国譲りの要請に大国主は了承しましたが、 そこに子供の竹方が千人引きの大岩を手の先に差し上げてやってきて、竹カ和チに力せりべを挑みました。それで竹カ和チがその手をつかませると、立ちどころにつららに変化させ、また剣の刃に変化させました。竹方はサソリ座であり、大岩を差し上げて現れたというのは、蕎麦の蛇使い座を大岩としたのです。 竹見一知が手をつららや剣に変化させたというのは、獅子座の前後の足がそのように見えるからです。この話は二神の闘争場面のようですが、実はこの背後に、シナノのとんでもない秘密が隠されているのです。シナノは山岳地帯ですが、古代ではその地形をまるで空から眺めたかのように、サソリ座に似ていることを知り、その世界としていました。 諏訪湖はサソリ座の尻尾、巨星アンタレスの位置には巨大古墳の森、将軍塚古墳が作られています。この古墳は見るからにアンタレスに似せて作られています。つまり、シナノのサソリ座では、アンタレスの位置にアンタレスに似た古墳が作られているのです。なお、サソリ座のそばのヘビ使い座は、地上では都学士山であり、クズリ神社が祀られています。 戸隠の名は、天照大神が、高間ヶ原の天の岩戸に隠れた時、天の手地から尾が、その岩戸をここまで投げ飛ばして山になった、という伝説によります。戸隠山のこの伝説は、信濃のさそり座の範囲を広げると、蛇使い座に対応しているからで、くず神社は蛇使い座の蛇を祀ったようです。こういう背景があって、 さそり座である竹タ,タは、シナノに逃げ、そこから出ないと言ったのです。さそり座は神として祀られていますが、害をなす神ともされていました。諏訪大社の神事では、爬虫類のような形のナギカマを、魔物を払うように、神木を木に打ち込みます。古代大和朝廷は、シナノに、風、和降りという、風害を抑える神官を派遣していました。中国の東シナ海沿岸は、 古代では海が今より入り込んでいて、台湾の対岸から渤海沿岸までは頭を下にした形のサソリ座に似ていました。このサソリ座では海景はアンタレスの位置に、北京は黒い東西雲の位置に当たっています。海景には中国最古の花王朝を開いたウオウの廟が祀られています。ウオウは伝説上の人物で、 黄河の治水に成功した英雄と言われますが、天の川を横切っているサソリ座の擬人化とも言われます。海景山の浮病にあるウオウの着物には、トカゲのような動物が2匹描かれているのも、それを表しているようです。3世紀の三国志護書によれば、海景と宇検の人々が海に入り、風に流されて断襲に至ったと記されています。日本書紀には、斎明天皇5年、 検討士の船は越州の海景圏のスガン山に着いた。東北の風が吹き、強かった、とあります。日本や中国では、海景のあたりは風害があったり、不吉なところという見方が広がっていたのです。シナノと同様に、サソリ座の地であったからで、その感覚から珍珠は、影将校の子は海景に風ぜられ、断髪入れずして、交流の害を咲く、と記したのです。 従ってこの後に続く、その通りを図るに、まさに会計当時の東にあるべしは、地理上のことを言っているのではなく、天空上における、サソリ座の東、と言っているのです。中国の言葉に、人生あいまみえざること、参照のごとしがあります。三は冬の星座のオリオン座、小は夏の星座のサソリ座で、同じ夜空では片側が昇り始めると、 反対側では沈みつつあるという関係を言います。図のように、オリオン座と王子座は並んで巡ることから、ここでは海景をさそり座、女王国を王子座として、この現象を引用したのです。そうすると、女王国はまさに海景当時の東にあるべし、は、その通りなのです。古代中国では、日本列島は新鮮世界という観念が広まっており、 陳寿はそれに沿って記事を作りました。陳寿は九州と魚舎座が似ていることから、九州北部の踏み国以降は魚舎座を使って山大,大国への皇帝を説明しました。そこは縦軸であり、それだけでは不完全と考え、横軸を使う説明も加えました。それが会計当時の東にあるべしだったのです。 彼は女王国を王子座として位置を記したので、あくまで天空上のことですが、しかし、それに対応する地が実際にあったかもしれません。では、それはどこなのか。次回作、山大国、卑弥呼の現像で明らかにしています。チャンネル登録をよろしくお願いします。